皆さん、こんにちは。獺祭というお酒を作っている朝日酒造の、4代目の蔵元、社長をしている桜井和弘と言います。私たちの酒蔵っていうのは、100年近く前からある非常に伝統的な酒蔵で、私が4代目の蔵元になるんですが、私たちは他の酒蔵、伝統的な日本酒の作りのスタイルと少し違う形に進化していっています。そのあたりを今日はご説明したい、お話ししたいと思います。もともと日本酒っていうのは日本の文化に非常に強く根付いてるんですね。例えば神様に捧げる飲み物だったり、結婚式とかお祭りのような、そういったものに使うものは全部日本酒なんです。で、それは、その日本酒の材料である米というものからも来ているかと思っています。米というのは、これも日本文化に非常に強く根付いている。で、これは文化だけじゃなくて経済にも結びついている。何かっていうと、昔は米をお金代わりに給料として支払っていた。通貨として交換できたっていうのが、もう数百年前までその形が続いていたんですね。もう本当にそういうものですから、お米と日本の文化経済っていうのがすごく強く結びついていたんですね。で、お酒もやっぱりそこからもあって、日本人の心にも染み付いてますし、日本の文化にも深く入り込んでいます。そのお酒を作るのが杜氏といわゆる職人チームなんですね。これは日本酒作りでは非常に伝統的なスタイルなんですが、杜氏っていうのはお酒作りの製造責任者なんですね。で、この製造責任者が自分のチームを、少ない時はまあ4、5人、多いところではもう数十人を率いてきてお酒を作る。だいたい酒作りに一番いいシーズンっていうのは寒い冬の時代ですんで、その時期に、自分のチームを率いてきてお酒を作っていく。要は職人集団なんですね。で、実は日本酒ってのはその職人集団が作っていくことで、非常に、他のアルコールとも少し違う、変化、進化があるんですね。だいたい紀元700年に酒作り、ってのは生まれたんですが、そこからだいたい紀元1600年に酒の原型ができていく。で、この間もそうなんですが、実はその後もどん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 ちょっとずつ進化していく、変化していく。で、これは実は酒造りの職人たちがやっていったんですね。他のアルコールの場合、伝統的に、例えば酒造りをやるオーナーは貴族で、酒を造る職人とはこう離れていた。これが、日本酒の場合は、職人のパワーが非常に強い、権力が強い状況でアルコールを作っていましたんで、自分たちが考えた変化をどん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 行っていく。ちょっとずつ変化していく、変わっていくっていうスタイルのアルコールになったんですね。まあ、それの一つの面白い例が、紀元1600年、このぐらいに酒造りの基本っていうのは大体出来上がったんですが、この時期に起きた進化として、パストライゼーション、熱殺菌の技術があります。これも職人が経験的に熱を加えたら、お酒の発酵が止まる、雑菌が入ってこないっていうのに気がついていったんですが、実はこれは、欧米でパストライズ、熱殺菌っていうのをパスツールが発見する300年以上前のことなんですね。まあ、本当に経験とかの積み重ねによって、お酒が進化していく。1930年にも起こります。このあたりに、お米を磨く技術、
精米する技術っていうのが生まれて、それまでは 5% とか 10% しか外側を磨けなかったのが、もっと磨けるようになった。中心部の芯の部分だけを使えるようになった。そのことによって、大吟醸というタイプのお酒が生まれるようになった。ということがあるんですね。で、本当にその進化、大きな進化以外にも、小さな細々とした進化を職人が作っていく。それが酒造りのスタイルになっていっています。さっき言ったように、これが、お米を磨いてるとこなんですが、さっき言ったように精米する技術が進歩したから大吟醸が生まれたと言いましたが、米の中心部っていうのがでんぷん質が多い部分なんですね。で、外側にはタンパク質とか脂肪分、ミネラルっていう、ざっくり言うと食べて美味しい部分が外側に多くって、中心部は、そうじゃないんですね。ただし、外側の部分があんまり入っちゃうと、酒の香りとか味にいい影響を与えない。だから磨いて中心のいい部分だけを使っていくっていうのがあったんですが、これはまだ100年、200年前は、分かっててもできないものだったんです。それがお米を磨く技術が進歩して、だん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 磨けるようになった。で、大吟醸ってお酒が生まれたという背景があります。そういうふうにして変わっていったというのがありますので、今、お酒造りのグレードとかタイプの違いっていうのは、お米の磨きっていうのを主にしていっています。70% 以上磨いたもので、一つグレードが上がっていきます。で、60% まで磨いて吟醸というスタイルで、50%、もう半分以上磨くと大吟醸というスタイルにどん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 変化していっています。で、それプラスアルコールを加えるか加えないか、醸造用アルコールを加える方が、普通酒、本醸造、吟醸、大吟醸で、アルコールを、醸造用アルコールを加えないものっていうのが、純米吟醸、純米大吟醸っていうふうにタイプが分かれていってます。で、私たちの酒蔵っていうのは、実は純米大吟醸しか作ってないというタイプの酒蔵なんです。さっき言ったように、もう100年前には米を磨く技術がなかった、存在しなかったタイプの酒というのが、私たちが専門に作っているお酒なんですね。で、もう一つは材料も、これは山田錦というお米なんですが、これはキングオブ酒ライス、酒米の王様と呼ばれているんですが、このお米もやっぱり自然に昔からあったわけじゃなく、細かい品種改良を加えられて、酒造りに一番いいというお米が探されていった。そういったものの一番いいものを私たちは使っています。だから酒造りが進化してきて、米とか酵母も進化してきて、ようやく私たちの酒蔵っていうのは存在できるんです。で、そういうふうにして作っていくシステムっていうのも、また酒造り全体も違っていってます。一般的な酒造りのスタイルっていうのは、これは大規模にガバッと効率よくお酒を作っていくというのと、小さい規模で大事に作っていくっていうのに2つに分かれるんですね。大規模に作っていくっていうのは、一般的に普通に流通していくお酒になりますんで、これは機械も使ったり、効率的に大きなタンクを使って作っていく。で、小さなタンクで手間をかけて、これはコンテストとか特別なお酒用に作っていく。その2つを分けるというのが一般的だったんですが、私たちの場合は、もう
細かいタンクで手間をかけて仕込む純米大吟醸、これを年間3000回以上作っていく、もうそればっかりたくさん作っていくっていう風になっていったんです。一般的には純米大吟醸って1年間に酒蔵さんが10回、20回作れば多い方だと思いますので、数百年分の純米大吟醸を1年間で作るというタイプに私たちはなっています。で、そういうふうにして作っていく酒造りですので、実はさっき言った伝統的な杜氏というシステムは使ってないんです。どうしても杜氏はガバッと作るのと細かく手間をかけて作るという彼らがやりやすいスタイルの方にこだわってしまう。で、もう一つはどうしても酒蔵の外から来ますんで、技術的な部分をブラックボックス化してしまうという欠点があるんですね。で、そのために私たちは社員だけでお酒を作っています。で、その社員の数もめちゃくちゃ多いんですね。今、私たちの酒蔵で製造メンバーが120名いますが、これは日本の酒蔵の中で一番製造メンバーとして多い人数です。酒蔵でいうと私たちより10倍以上多く酒を作っているところというのはありますが、そんな酒蔵より私たちの方がたくさん人数がかかっています。そういったメンバーが何をやるかっていうと、例えばこれは米を洗っているところなんですが、これも効率的にやるんだったら機械を使って一気にたくさんお米を洗ってしまえばいいんですが、それだとお米の水分の調整が厳密にうまくいかない。もう 0.1% の水分量を調整するために人が手で洗っていく手洗いのスタイルっていうのがメインになっています。で、もう一つ、これも麹という、これは麹というのはお米のでんぷんを溶かして糖分に変えていくっていう大事な要素を生む部分なんですが、ここも非常に熱い部屋でやんなきゃいけない。で、たくさんの量を作るには機械を使っていく方がやりやすいんですね。当然効率的ですし、そういう機械っていうのもいっぱいあるんですね、世の中には。ただしそれでやっちゃうと、どうしてもお米を一粒一粒ほぐして麹菌の菌糸を植え付けていくには難しいんですね。で、それがあるんで、この麹も私たちは人の手で人海戦術で作っていっています。続いて、これはお酒を発酵していく酒造りのメインのとこなんですが、この部屋なんかも大きなメーカーさんだったらガバッと大きなタンクで機械的に発酵温度をコントロールしながら作っていくというものなんですが、私たちの場合は、人の手を使って小さなタンクで作っていっています。発酵中の、例えば酵母の泡の出方だったり微妙な香りとかの変化を確かめていきながら酒を作っていくには、やっぱり小さなタンクで人が作っていく方がやりやすいんですね。ただそれと同時に、今画面に映っているこのタンクの上にあるもの、これは、温度計なんですが、ずっとお酒の発酵中の温度を測っていってるんですね。これによって発酵中の酵母がどんなふうに活動しているのか、発酵がどんなふうに進んでいるのか、うまくいっているのかどうなのかっていうのが見ていけるんですね。同時にこの部屋自体を大きな冷蔵庫にして年間通して5度に設定して、もう冬に近い酒造りが一番しやすいコンディションっていうのを機械的に整えている。機械もデータも手作業も全部ミックスしたハイブリッドのタイプの酒蔵っていうのが私たちの
タイルなんです。ですのでさっき言ったデータ、温度なんかはもう常に私たちは毎日毎日測ってチャートに表していっています。ここにある赤い線が温度なんですね。で、黒い線が、糖分の比重、お米がどんなふうに溶けていっているのか、麹菌がお米をどういうふうに溶かしているのかというデータです。で、紫はアルコール、溶けたお米を酵母がどんなふうに食べてアルコールに変えていっているのか、その辺が全部目で見てわかるようになっていっています。その他にも、お米の水分だったり、米自体が持っている水分とか、米の産地、その年の気候、そういったものを全部わかるように、情報としてオープンにしていっています。実はこれもちょっと変わったスタイルなんですね。さっき言ったように酒造りを専門にする職人さんっていうのは、どうしてもよそから来た人なんで、ブラックボックス化していきたい。自分の頭の中にこれを秘密にしておきたい。もしくは自分の小さな手帳の中に入れておきたいっていうのがあるんですね。ただそれじゃあ、いいものが作れないと私たちは思ってますんで、私たちはそういったデータを全部社外にオープンにしていく。で、シェアしていく。そのことによって、酒造りをやりやすくしていっている。ということをやっています。で、実は、そういう職人の知恵というのを、どうにか AI ができないかということで、実際に私たちの発酵中の酒、さっき皆さんが見たグラフを、どん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 コンピューターに取り込んで、AI によって、じゃあ酒造りって判断していけるのか、いけるのか、職人が考えたのを、こう、サポートできるのか、ということで、実証実験をしているんですが、実はこれは今のところうまくいっていません。これはもう一つには、お米、例えば、お米の産地、その時の気候、それをどんな風に精米したか、それが酒蔵に来て、どんな風に水を吸わせて、蒸して、発酵して、麹を入れてっていうのが、いろんな要素が多すぎて、AI じゃデータの振れ幅が大きすぎて、なかなか使いにくいというのが一つあるんですね。で、もう一つは、これは、今、私たちがテイスティングした酒とグラフを元に話している映像なんですが、私たちは実際にお酒、3000回仕込むお酒を全部テイスティングしていっています。で、そのテイスティングした結果を元に、発酵した後のお酒のグラフを見て、何が良かったからこの味になったのか、何が悪かったからこの味だったのかっていうのを全部チェックしていってるんですね。これはどうしても AI にはやりにくい味っていう微妙なものを再現していって、それをデータと付き合わせていくっていうのが今のところ難しいんですね。で、もう一つは、これは職人にもなかなかできないんですね。さっき言ったように職人ってデータをオープンにしたりシェアしてないんで、なんで美味しくなかったのか、なんで美味しかったのかっていうのに、なかなか明確な説明をしにくい。もしかしたら場合によっては、自分の身を守るために、違った理由を考えるかもしれない。自分が発酵を失敗したのかもしれない。麹作りを失敗したのかもしれない。でも、出てくる答えが、今年の気温が悪かったとか、運が悪かったとか、米の業者が悪かったみたいな、全然違う方向に行ってしまう。そういうのがない状態で話していけるというのは非常にやりやすいんですね。ですので私たちは、3000回テイスティングして、
結果をチェックして次の作りから変えていくっていうのを行っています。これはもう一般的な、機械メーカーとか IT 系の会社にあるような、とにかく高速で PDCA を回していくっていうスタイルと同じものなんですね。まあ、それを年間3000回転、しかも日本酒も一番いいと呼ばれる、一番プレミアムな純米大吟醸のみでそれをやっていく。その繰り返しっていうのは、私たちの非常に強い部分、私たちの品質を支えている部分になっていっていますね。で、まあ、これはもう一つは、先ほどまで言ってきた話と少し違っていく部分なんですが、当然私たちはお酒作りをするのに何でもやっていく、機械も使う、データも使う、人間の手も使う、全部交わしていっていいものを作ろうとしていますが、同時にやっぱり材料っていうのも非常に大事なんですね。で、そういうお米っていうのはさっき言ったように日本の文化に結びついていて、日本の社会とともに出来上がっているものなんですね。そこが元気でなきゃいけない。そこに対してコストを惜しんだり、私たちがパートナーとしての努力を惜しんだりしちゃいけないと思っています。で、そういった思いを表しているのが商品の一つにあるんですが、これは米作りの際に出るグレードを、一定の基準のグレードより下のお米っていうのを買い取って作ってるお酒なんですね。このお酒で作ったもの、このお米で作ったお酒を販売する、そのためにお米を買い取るっていうことによって、農家さんが米作りに挑戦して失敗した時のサポートにもなるんですね。まあ、これはもう本当に獺祭版フェアトレードのようなものというふうに考えています。そういうふうにして、お米作りのパートナー、もちろんこれは形を変えて飲んでくれるお客さんともパートナーとなって一緒に作っていく、いい社会を作っていく、お酒がある素晴らしい社会を作っていくっていうのが私たちの目標にもなっています。で、そういった思いは実は、その先にもつながっていて、これはニューヨークに私たちが今度作る酒蔵の映像なんですが、これはニューヨークのハイドパークに作っていくものです。で、これは獺祭ブルーという、普段の獺祭とは少し違う進化をしていくものと思っています。アメリカの材料、気候、そういったものを使って、環境が違う中で最高のものを作っていく。そこによって、この獺祭ブルーというちょっと変えた新しいブランドなんですが、それは獺祭とは違う進化をしていく、いろんな実験も挑戦も失敗もしていく、で、こっちの PDCA も本体の方に取り込んで情報をシェアしながら進化していく、進化のスピードを2倍にするというそのための酒蔵というふうに考えています。これは2022年には完成します。こういうふうに私たちは変わっていくタイプ、日本酒が進化していくからこそ生まれた酒蔵で、さらにその進化を進めていってる酒蔵というふうに思っています。ということで、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。